目を疑った。デイデイが露骨に避けるナンバーアンダーラインアイの真実とは全国ファン怒り爆発。なぜナンバーアンダーラインアイの最新アルバムはジップで一切紹介されなかったのか数年前、日本のエンターテインメント業界に彗星のごとく現れた男性3人組ユニット、ナンバーアンダーラインアイは、そのデビュー以降、驚異的な勢いでファン層を広げ続けています。 今回リリースされたミニアルバム、ノー・オー・リングは、瞬く間に初登場1位を獲得し、その勢いは止まることを知らないようです。彼らの音楽は、ただの流行の波に乗ったものではありません。成功な音楽プロデュース、力強い歌声、そして深い感情を込めた歌詞が、聴く者の,の心を掴んで話さない。その中心にあるのは、メンバー3人の強固な絆と絢爛たる個性です。 それぞれが異なるバックグラウンドを持ちながらも共通の目標を持ち、音楽に対する情熱を共有しています。このミニアルバムの、no, o o r i n g は彼らの日常生活や経験を鮮やかに反映しており、その一つ一つの楽曲がリスナーを不動な旅へと誘います。タイトルトラックの、no, o o r i n g は再生回数が早々に5000万回を超え、その影響力を見せつけました。 このアルバムが発売される前から、ファンたちの間では大きな期待が寄せられ、その期待に見事にいられた形です。しかしながら、すべてのファンがこの成功を直に体験できているわけではありません。特に地方に住むファンにとって、メディアの壁は大きな障害となっています。デーデーという番組で取り上げられることが少ないため、地方のファンは直接的な情報にアクセスすることが難しいのです。これに対し、 首都圏ではそのような障害は少なく、ファンたちはリアルタイムでの情報を享受しています。この不均衡は、ファンの間で大きな問題として認識されています。この問題をさらに深刻にしているのが、ZIP のような全国放送でもナンバーアンダーライン愛に関する情報が十分に提供されないことです。今年5月29日には、ZIP で彼らの名前が大々的に告知されたにもかかわらず、 MV は1秒たりとも紹介されませんでした。このことは、地方のファンだけでなく、全国のファンにも大きな失望を与えました。一部のファンは、日テレ側の意図的なひものかとも感じるこの状況に苛立ちを感じており、SNS を通じてその声を上げています。もう少し早く放送していただけませんか ?9 時45分ぐらいを希望します。見られなくて毎回残念です。といった声が上がる中、 メディアによる公平な情報提供の必要性がますます強調されています。特に地方のファンにとって、その情報格差は非常に大きなストレスとなっています。情報を得るためには多くの時間と努力が必要であり、リアルタイムでの情報にはアクセスできないという現状は、ファン活動を難しくしています。このような状況が続くと、ファン層の分断を招きかねません。このような難局にもかかわらず、 ナンバーアンダーライン愛の支持基盤は日々強固なものとなっています。彼らの音楽は困難を抱えながらも心から楽しんでいるファンたちの心に響き続けています。そしてこうした状況を打破するためにはファンたちの声をもっと多く集めメディアに届ける努力が必要です。特に SNS はファン同士が情報共有をし連帯感を高めるための重要なツールとなっています。また、 ナンバーアンダーライン愛自体もファンとの距離を縮めるために様々な試みを行っています。オンラインイベントや SNS を活用した直接的なコミュニケーションはその一環です。これにより地方のファンも彼らの活動をより身近に感じられるようになりました。オンラインストリーミングやデジタルコンテンツの充実も情報格差を埋める一助となるでしょう。このように メディアの壁や情報格差という問題は解決には時間がかかるかもしれませんが、ファンたちの情熱とナンバーアンダーライン愛の努力があれば、その壁も乗り越えられるに違いありません。地方のファンがリアルタイムで彼らの活動を楽しめる日が来ることを信じて、今後も彼らの音楽を支え続けたいと思います。最後に、皆さんはこの情報格差問題についてどう考えますか あなたの地域ではナンバーアンダーラインアイの情報はどのように提供されていますかそして、どのようにすればこの状況を改善できると考えますかぜひ、あなたの意見やアイディアを共有してください。それは、同じ思いを抱く多くのファンにとっての励みとなるでしょうし、メディアにもその声が届くかもしれません。それぞれのアイディアや意見を出し合って、共に解決策を模索しませんか